東京目黒区で歌舞伎役者の市川猿之助さんが両親と自宅で倒れているのが見つかり両親の死亡が確認されました捜査関係者によりますと午前10時過ぎ目黒区目黒の歌舞伎役者市川猿之助さんの自宅で市川さんと両親が倒れているのを市川さんのマネージャーが見つけました。そして、本人を迎えに行ったら、 意識が朦朧としていると119番通報したということです市川さんは意識が朦朧とした状態で病院に搬送されました両親は2階のリビングで倒れていて母親は現場で死亡が確認され父親は意識不明の状態で病院に搬送されましたがその後死亡が確認されましたまた自宅の地下から遺書のようなものが見つかりました 警視庁は現場の状況から市川さんが自殺を図ったとみて詳しく調べています。